方はエピック所属ロッキー C さん、青いエンタープライズ所属トムヤムくんさんです、はい。バイキングで方言が棒読みすぎる榎並アナウンサーと、それに突っ込む坂上忍。さあ始まってまいりました、バイキング。何、男2人が騒動を起こしたんだって。はい、こちらです。関西の男性と九州の男性が港区の路上で騒ぎを起こしました。まず事の発端なんですが、2人の男性の方が接触したことから始まりました。まず関西の男性、お前何ぶつかってきてんねん、何してくれてんねん、いてまうぞ我と発言しまして、そしてそれに対してバッテンソゲン言われてもおめえがぶつかってきたったいなんばいいよとかと返しまして、一時はもみ合いになったのですが、結果的には和解に至ったということです。えなみって感情ないよね、全部棒読みじゃんと言われましたの。そんなことないですよ。えなみじゃん、やってみろよ本人。はい、事件の経緯なんですが、なんという地味な本人登場。関西の男性、お前何ぶつかってきてんねん、何してくれてんねん、いてまうぞ我。それに対し九州の男性がバッテンソゲン言われてもおめえがぶつかってきたったいなんばいいよとかと発言、まあ、2人もみ合いになったんですが、その後和解に至ったということです。坂上さん、もっと棒読みじゃん。いやいいんですか、榎並さん。似てましたね。似てたよ、はい、発声の仕方が似てました。語尾の感じとか、なんか言いづらいですけど棒読みの感じ似てます。はっきり言うて言いづらいんですけど。さあ、それじゃあ